よかった。なかなか目を覚まさないものですから、心配しましたわよ。別に今のは、上に立つ者として、自分の、ナイトを心配するのは当たり前のことですわ。この私に心配をかけさせるなんて、もう少ししっかりしてほしいですわ。まったくです。ほとんど寝ずに看病をなさるなんて、レアイナ様には頭が上がりません。ディアナ！私のせいで怪我をさせてしまったのですから、仕方なく看病していただけですわ。そう、仕方なく。それでは失礼いたします。感謝してほしいですわ。この私自ら看病してあげたのですから。ではなくて、その、私のために、あんなに必死になってくれて。私に恥をかかせるつもりですの？私がいいと言っているんです。私は大丈夫ですから、優しくお願いします。悪かったよ、つい勢いで。何が勢いだよ。彼女が嫌がってるのに。鬼畜！マイカ様、お着替えの時間ですよ。本日は八尋様もご一緒していただけますか？ヤヒロ様、今日は思い切り楽しんでくださいね。マイカ、その言葉遣いキモい。おたわむれよ。てめえ、帰ったら顔面グーで殴るかんな。っていつものマイカだ。楽しみにしていてくださいませ。マイカはお偉いさんに捕まったままか。佐久野さんも知り合いに捕まって、それにしても近すぎないか。あれマイカ、佐久野さんはダメだし。マイカ、大丈夫か、マイカ？大丈夫。ただちょっと。時間置いてから出ないとな。どこに行った？俺を足気にしやがって、あのな、クソ。汚したいのか？帰国する前に、ヤヒロ様と少しでも素敵な思い出を。
なことでもいいですよね。これで終わりですね。ああ、鍵閉めて引き上げようか。その帰る前に試してみたいことがあるのですが、よろしいでしょうか。それって痛い？いえ、決してそのようなことは。むしろ気持ちいいようなことと。それでは準備いたしますので、廊下でお待ちいただけますか。何を試すんだろう。ヤヒロ様、準備が整いました。なのでこれで落ちるかと。汚れて捨てたとか言っとけばいいだろう。私の機嫌を損ねた罰よ。いたずらしてからかうだけと思ったのだけど、脱ぎなさい。言う通りになさい。さもなければ私苛立ってフラニーを呼ぶかも。勝手に出すのは許さないわ。私をこんなに。私に断りもなく。どうやって。ふん。何かしら。変な匂いが。そうだね、青臭い匂いが。ん？暑いでしょ。空気の入れ替えでもしましょうか。空調が効いているので暑くはないですが。空調の効いた部屋にずっといると体調をおかしくするという話を耳にしたことがありますわ。あら、靴を脱いでいらっしゃるのですか。少々はしたないのでは。暑かったからですわ。朝倉、ちょっとこちらへ来なさい。はい。ねえねえお兄ちゃん、この水着私に似合うかな。ユウ、私の選んだ水着を見てほしいのですけど。わかった。今日は私と二人で出かける予定でしたのに。そのごめん。何よそれ。残念ですわオリビア様、私の方が先に約束しておりますの。本当なの朝倉。旅行の買い物に行く約束をしてたんだけど。そのいいの、私もお兄ちゃんと出かけたい。それならみんなで出かけるというのはどうです。そうですね、オリビア様、みんなで出かけるということでよろしいですか。それならいいわ。仕方ありませんけど。決まらないわ。試着してみてはいかがですか。そうね、そうするわ。ミクさん、私たちも試着してみましょうか。うん、そうだね。この姿を見て何もないのかしら。ここではまずいですよ。拒むなら大声を出してしまうかもしれないわ。別にいいのだけれど。それ困る。ならどうすればいいかわかるわよね。オリビアさん綺麗です。他には。色っぽいよ。今日のパーティーに参加してる誰より俺にとっては魅力的だ。その言葉、バシノギの嘘ではないでしょうね。嘘なんて本当のことです。私ちょっと具合が悪くなってしまったみたい。少し休むわ。ご一緒します。それは朝倉に命じたわ。フラニーはお客様のお相手をして。しかし。聞かれたら車で休んでいるとお伝えしなさい。失礼のないように。かしこまりました。私は国へ戻ります。このような状況を見過ごすわけにはいかない。助けていただいた方に失礼ではありますけど、あなたとは
これでお別れです。あなたとのひとときは私の人生最良の時でした。少し親密になりすぎたけど。俺がいなくて平気ですか？私はオリビア・エディ・ウルフです。マルアランドの王族として役割を果たさなければなりません。それにあなたを見つめる誰かさんの視線に気づいているでしょう。それってあなたにふさわしいのは私ですけど、まあ2号ぐらいには適任かしら。あなただってそれほどでもないくせに。俺はオリビアさんを選んだんだ。私はあなたを選ぶことは今はできないの。だったら待つよ。迷惑。それじゃ。